そちらです。せいやです。うん。らっしゃい。関西弁禁止、なりきり東京人対決。東京に住んで数年経つ2人、完全に関西弁を出さずにお題に対して東京について詳しい知識で相手より東京人ぶれるのはどちらか。はいはい、いやもう簡単だろ簡単だろ簡単だろ。一テーマ 2,3 分ずつ話してもらい、タイムアップ、スタッフでどちらがなりきれてたかジャッジ。だから関東弁使うわけじゃなくて、まあそれもそうやけど、東京のことを、はいはいはい、あたかも江戸っ子東京で育ったかのような。そうね、いやもうそんなんもう勝負だろ勝負だろは勝負だろ静岡の人やちょっとご飯食べながらでいい。どうぞ。お前もうだってもう耳がいいですから、モノマネ得意な人って。なるほど、映るんですよね。逆に標準語が出ちゃうの。標準語出ちゃう。ちょっとじゃあテーマこれします、はい、一人暮らしするならどこの町がいいか。あ、そういうことねはいはい、これでディベートしますか。 OK、 じゃあ関西弁禁止なりきり東京人対決スタート。何人で住むかによるよねそうじゃない。確かにね。何人に何人によるなこれ。え、な、何人に何人かによるね。一人だって釣ってんだろ一人暮らしバカ野郎なんだよお前。いや一人暮らしってんだから一人に決まってんだろお前。幽霊とでも住むのかよお前。幽霊数えてんのかよ二人三人って。バカかよあんなもん後から知るんだよ。幽霊の物件でしたで、誰がそのリアタイで幽霊と住むんだよこの野郎バカ野郎。どこ思ってんだよお前。話聞けよ。聞いてるっつの。何人で。俺が悪いんですかこれ。俺が悪いんですか。おめえが悪いだろ。いやだから一人暮らしだったらどこの町がいいかっつってんだよ。いやーやっぱ高輪ゲートウェイよくねよくねえだろ。いやあんな場所最近できたしさうるせえだけだろ。高輪ゲートウェイめっちゃいいと思うよ。よくねえよあんなもんだって新しい違くて。いや違くて違くて よくねえよ。違くて最近までなかった駅よくねえよ。なくてよかったんだから。じゃあどこか言えよ場面で。場面ってなんだよ場面言っていけよどんどん。場面ってなんだよ。五反田だよ。五反田一番いいだろ一人暮らし。五反田一人暮らし、え、危ないじゃん。危なくないんだよ意外に。危ない場所もあるんだよ。あのドン・キホーテの周りとかいろんなキャッチとかそういうお店があったりするんだけど、意外に五反田ファミリーでも住めるんだよ。一人暮らしの話してんだろなんでファミリー出てくんだよ、まあ、そうバカかよこいつ。バカじゃねえよ。頭お茶の水沸いてんなこいついや虫でかけ、あ、虫でかけるんだって分かるけど。なんだよこいつ、まあ、それか俺一番おすすめは錦糸町だよね。錦糸町すごいよ。錦糸町住みやすいよ。なんで。寿司三昧が朝まで開いてるんだよ行かねえだろ。行くだろ寿司三昧。一人で寿司三昧夜中行ってたらそれもうホストかキャバ嬢だよ。ただちょっと錦糸町のまあ外れたとこに行くと外国人が多いのがちょっと怖いんだよ。いい加減にしろよ。じゃあダメじゃねえか。でもそこに行かなかったら大丈夫だ。一人暮らし安全だよ。六本木とか錦糸町危ないの。じゃあお前どこがいいんだよ。俺が一番おすすめするとこはあそこマジでいい。関西弁じゃねえかよ。あそこマジでいい。なんだよ急に。お前関西人か。あそこあそこマジでいいだろ。あそこマジでいい。なんか関西人か。あそこマジでいいって言ってる。いやあ関東人なんて言ったの俺。あそこマジでいいって言ってたじゃねえかよ。いやあそこあそこ何言ってる。赤坂赤坂よ。赤坂赤坂赤坂早く言って赤坂ヒカサコ牛。何赤坂ヒカルと宮迫さんのブランド牛知らねえよ。ヒカサコ牛知らねえ。あるのか知らねえけど。なんで赤坂赤坂一人で。赤坂いいよ。なんで。飲み屋も多いし、ほんで TBS もあのすぐ坂本さんとかとご飯行けるから。TBS の坂本さんとご飯行かなくていいだろ。行けるからさ。いやそんな月一でいいよ坂本さんと飯は。いつでも東京といえば TBS で坂本さんと飯だろ。いやいや名物だけどあの行かないと。いい人だけど。終了。おお判定待つか。いや
せいやさんが良かった人、挙手。はい、ゼロ人。粗品さんが良かった人、挙手。はい、マックス。4-0で粗品の勝ち。よし。いや、もうこれはね、白滝さん、なぜですか。まあでも、やっぱ終盤にちょっとボケ通ってたので、圧勝でした。あそこ。そうか、関西弁か。見逃さなかった。いや、俺、違くてはでもポイント高いと思うねんけどな。あれ、なんなん違くて。違くてっていうの。違くて、言うな。言わんよな、俺ら。俺ら言わん。違くてってめっちゃ言いますね、みんな。言うでしょ。普通はやらんやん、今から確かにせいややな。ミスさん違くてって言うでしょ。自分ではあんまり言わない。ギャルっぽい。でもドラマとかでもめっちゃ見ますよ、違くてって。あ、そう。うん、関西人はどんなん言うやろな、そこ。ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。坂見、俺やった、やっぱ。そうですね、やはりこう錦糸町とか。そうやろ、とかこれら、この言葉じゃなくてもうデータがあるでしょ、たくさん出したら。いや、ちゃうねん。でもな、そこ差し引いて考えてもらうのやっぱこいつ飯食ってるから元気やねん。ヘトヘトやねん。年末で忙しく払え。お前ずるいぞ、お前飯食って心配が。お前いる、強いぞ。いる、ちょっと。いやいや、大丈夫。いやー。じゃあテーマ次。テーマ変えよう。はい。女の子とデートするならどこに連れて行くか。ここにしましょうか。これはもう、東京でデートしてたらね。じゃあ、やりましょうか。よーい、スタート。ここでディズニーシーっていうやつは大バカもんだ。なんで、なんで。だって普通だもん。誰とでも別に楽しいよ。いや、あえてディズニーシーじゃなくて、俺はディズニーランドを推薦したい。千葉じゃん。千葉じゃん、こいつ。東京で考えろよ。それ関西人だろ。そのお前関西人だろ。おいおい、歯みたいな指、指みたいな歯だろ、それ。東京だよ。いやいや、ディズニーランドを押すの、なんで。いや、まあどっちかって言ったらね。でも、はい、関西弁。どっちかって言ったらね、どっちかって言ったらね。全然関東人じゃないじゃん。関東人だっつの、うっせえっつの。いいかっつの。なんだよ、俺が言いたいのは。なんだよ、本当のデートスポット。浅草。浅草ね。浅草は何回行っても最高。何回も行ってんのかよ。俺しかも浅草ほんと一人で行くの好きで。ああいう昔の園芸の感じとか好きだし。やばいじゃねえかよ。で、寅さん好きだし、亮さん好きだから。うん、だから、めっめったに雨も降らないし。そうなの。そうなの。そう、俺はあの仲見世の感じも大好き。お前どこだよ。浅草いいよ、俺も。花屋敷行ってやるよ。真似すんなよ。花屋敷行ったことあんのかよ。真似すんなよ。花屋敷あれ貸し切れるんだぞ、10万円か30万円ぐらいで。てか真似すんなよ。いやてか第一真似すんなよ。女の子とデートするなら奮発して1日園内貸し切りの花屋敷だよ。違くて、お金で、違くて、お金です。貸し切りできて、で乗り物も乗れるんだよ。店員も配置して2人だけで遊園地楽しめるんだよ。花屋敷で貸し切りはずいよ。なんではずいんだよ。いいじゃねえかよ、リーズナブルだから。みんなに見られるよ、あいつ貸し切ってる。花屋敷いいだよ。いや、だから俺は別にお前の言う浅草も知ってるよっていうだけで。じゃあ自分で01出してみろ。スカイツリーだろ。スカイツリー浅草じゃねえか、ほとんど。スカイツリーだろ。近くなんだよ、遠く行けよ、もっと。遠く行ってほしいのかよ。スカイツリーの方はもう、分かったよ。だってあれもうだいぶ浅草寄りだろ。あれだよ、じゃあ板橋どこにあるか分かってんのか、スカイツリー。上だよ、上。上の方だよ、上の方。なんで上の方って。上の方だ、とにかく。上のってこと。違うよ。違うよ。上の方だよ。あれ、おしみじゃないわ。え、押し上げか、押し上げだ。押し上げかって、関西人すぎる。まず押し上げ出てない時点でもうダメ。板橋だよ、俺がおすすめするのは。なんで。教習所があったからだよ。いや、デートスポットじゃないだろ。デートするんだよ、板橋のドライビングスクールのコースで。夜、生徒が出ていたと貸し切りできるんだよ。いらねえだろ。東京は貸し切りの街なんだよ。ちげえよ。
行進所の9時ぐらいに閉まった後、野良で借りれるんだよ。そこで練習するんだよ、みんな。バカなマイケル・ジャクソンやめろ、お前。どういうことだよ。何でもかんでもな、いやそう、ビッグカメラとか貸し切り楽しいよ。なんで花屋敷とか教習所とか。どうすんだよ、振られてお前、その貸し切りの途中で、寂しいぞ、一人でポツンって。な、貸し切りすぎるわ、一人になって彼女にも耐えられて。いや、貸し切りすぎるわというか、まあ、どうとか、まあ、山ほど出てくるよ。彼女のことまず貸し切れよ、その前に。どういうこと。ちゃんと貸し切れてないのに、場所だけ貸し切ってちゃんと付き合えよ。そんな、振られちゃうよ。読売ランドとかもいいしね。なんか聞こうか。でも、ちょっとでもおかしかったらタコ殴りしてる。読売ランドがベタでいいでしょ。それで言うと、君が東京ディズニーランド押すんだったらさ、イカスカネ野郎だな、ほんと。雷起こし、ケツの穴からぶっこんでやろうか、ほんと。タコ派かよ、イカスカネって。イケスカネだろ。タコ派じゃねえかよ、イカスカないやつは。なあ。イケスカネだろ。常に新しい江戸っ子、新しい言葉生み出すんだよ。いらないよ、新しい言葉、お前から。塩巻いてくれ、こいつに。いや、もう塩巻いてくれ。いや、俺は結構だし、読売ランド、板橋教習所、スカイツリーだし、お前浅草しか出してねえじゃねえかよ。読売テレビって関西のお前ば、テレビ局彷彿とさせてるな、ちょっと。読売ランドってお前最初、そう、関西の人。ジャイアンツ読売だろ。読売テレビのこと思うから、関西の人は。思わねえよ。読売ランドって。関東人だから思わねえよ。日テレなんだよ、こっちは、東京は。お前はどこ押すんだよ、デートスポット。だから浅草だっつってんだろ。置かないのかよ。言ったんだよ、最初に。置かないのかよ。言いとけよ。置かねえのかよ、お前。東京だろ。あそこだよ。赤坂。終了。よし。また赤坂。どうやろ、やろ、せやさんが良かった人。変なやつ、あいつ。吉野さんが良かった人。えい、三対一、よいしょ。忖度じゃん。しらたきさん、なぜ。やっぱ吉野さんのデートプランのスケール感が。そうでしょ。いや、花屋敷。言ってるだけなんだよね、貸し切りとか。やらないから、実際。佐川なんで。リアリティないから。俺は、そちら君が、ジャイアンツ、読売だろ。っていう関西のイントネーションしたのを見逃さなかった、うん、読売ランドってお前最初、そう、関西の人、ジャイアンツ読売だろ、読売、え、あれ、本番は読売、すげえ、すげえ、読売ジャイアンツ、読売、読売は多分関西、読売、読売ジャイアンツ、確かに読売ジャイアンツよ、ほんま、ジャイアンツ読売だろ。素晴らしい。俺は見逃してる。どんなにちゃんと審査してる。まだリベンジしてこいや、お前。まあ、一昨日来やがれって感じ。釣ってんだ。あれでした。まあ、か皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。